ジーパー研究会はい、おはすみよし、バーチャルシンガーソングライターのすみよしなのです。新年明けてから初収録ですね。動画はね、おとつい出てますけど、あれは去年の年末に撮っております。29日かな ?30 日かなその日に撮ってますね。さあ、今日はね、リーパー研究会のネタはですね、どれにしようかと思ってるんですけど、ちょっとコンテナーかな、コンテナのテストしてみるか、デルタソロの紹介しようか。ここは簡単だから、デルタソロの紹介するわ。ちなみに、この、プロジェクトは、年末の2時間 DDR、おっと、これは、ヘッドホンが絡まって、こうして、しまったー。大丈夫か?ハードディスクが抜けました。くっそー。悔しいなまあいいや。というわけで、今ね、バックアップ中なんですよ。年末年始だから、データをバックアップしようと思って、タイムマシン起動してたんですけど、なんか怒られちゃいましたね。大丈夫かな?バックアップ失敗しましたってなってる。まあいいや。というわけで、このプロジェクトね。こやつ。はい。これ何、どうなってんだよ。64サンプルですか。HEQ って65サンプルも使うの?マジか。結構使うね。本当に4サンプルぐらいじゃなかったっけ?まあいいや。で、どうしよう。マスターエフェクトでいいか。マスターエフェクトってさ、ここにね。ああ、どうしよう。ここのとこに、こういうノブがあるんですよ。ここで使うとね、ドライウェットの調整ができるんですよ。もっとなんか分かりやすいのがいいよね。これをさ、例えば、ソロにして、ミッドの帯域だけ出すようにしてね。そしたらこんな感じなんじゃん?やっぱウェットを下げていくと、こう。こんな。上げるところとか。こんなんできるんですよ。これ、なかなか良くないですか?良くないですかって私あんま使わないんけどね。ドライウェットの調整ができる。ダウ上に存在してるんで、どんなプラグインであっても、サードパーティー製だろうが何だろうが、古いプラグインだろうか、どんなプラグインでもドライウェットの調整ができる。ドライウェットってのは、エフェクトがかかってる音と、原音を混ぜるってことね。エフェクトがかかってない音がドライ。エフェクトがかかってる音がウェット。湿ってるって意味ね。乾いてるのと湿ってるって意味だけど。で、これ調整することができるんですよ。で、まあ、これが何に役に、一番役に立つのは、多分コンプレッサーとかの、使うときですよね。あ、これないかな。でも分かんないと思うよ。これをドライにするとこ。で、ウェットにするとこ。ちょっとなんか、パンチ感が。ここまでなんか、適当に半々とかにするとまあこんな感じっていう。
感じでね、調整することができるんだ。そしてね、もう一つ強力なドライウェットノブのここにね、もう一つ強力な機能があって、デルタソロっていう機能があるんですよ。何これ、こう押すと、これ、ドライとウェットの、そのエフェクトがかかってない、原音とエフェクトがかかった音との差分ですよね。何が変わったの結局このエフェクトでっていうのは、わかんないことってあるじゃないですか。わかんないエフェクトとかいっぱいあるじゃないですか。それが、なんとわかるようになっちゃうんですね。聞いてみましょう。うわ。この成分が、今聞こえた成分がまだ全体的になんか、音が変わってんるってことなのかな？これが、やっぱ低音が結構バッキッと出て、あ、キックのアクセントとかも出てるのかな？ということで、このエフェクトで何を強調してるのか、どこが変わったのか、みたいなことが、まあわかると。まあでも強調だけじゃない気もするよね。これちょっと聞いてみようか。そしてさ、変わってないんだけど、例えばこれ、下げると、やっぱ下がった部分が、こう違いだよっていうのがわかるわけですよね。なるほどね。なので、まあ、変わった場所がわかるっていう感じなのかな。うん。EQイングだと上げた部分も下げた部分も聞こえるようになるって感じですよね。まあ差分だからそうなんでしょう。はいはいはい。はい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 。ということで、今日はリーパーの今日はリーパー研究会で、このデルタソロ、ドライウェット&デルタソロの機能について解説っていうかご紹介しました。コンテナってさ、最初やろうかなと思ったらコンテナっていうこういうのがあってさ、ここにさ、このエフェクトのセットを入れることできるんだけど、私はまあなんかちゃんと使ってないから、早いんですよね。あんまりなんですよね。例えばさ、私いつも、これシェラートサンプルっていう、あるんで、昔作った曲を読み込ませて、そう並べ替えるってことをね、やったんですけど、コンテナーってのくっつけて、ここに、このポン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 、ポンってやると、もう一つのエフェクトがもうあたかも一つこの三つをこう内包してるかのようにこう機能すると。で、これ全部まとめてプリセットとしてこう予防しとくことができるので、ね、はい。まあそこが、まあ便利なの便利なのどうなのみたいな。あります。まあよく使うやつこうやってね、どうだ、こうやって保存しとくよね、はい、保存しておくことでまあいい感じに、いつでもこの保存したやつを呼び出せるんで、こう3つさ、こうセットで、まあ、ほとんどのトラックには私これ3つセットで入れてるのですよ。これがさ、これをこう一つコンテナを呼び出すだけで、でまあ、セット選ばなきゃいけないけど、それできるようになるっていうのはまあメリットな部分。あとまあ、これをコピーするとか、エフェクトのセットをコピーしていくとか、そういうのもしやすいのかな。感じですよね。これなんかどのくらいいいものなのかちょっとわからない。やっぱり怖いですよね。HEQ 結構リソース使いますね。リソースじゃないか。
こうサンプリティなんと何レイテンシーがありますね。 HDA を直列で4個つないだらもう遅延発生ですかね。HEQ は3つまでだな。はい、そんな感じでした。じゃあ新年一発目のリーパー研究会、あんま長々話す動画でもないんで、この辺で終わりたいと思います。じゃあ、チャンネル登録とかよろしく。バイバイ。